ようこそ皆様、2022明治安田生命 J1 リーグ第14節、サンフレッチェ広島対京都サンガ FC、 サンフレッチェのホームでありますエディオンスタジアムにようこそお越しくださいました。朝も早から素晴らしい皆さんのサポーター愛でございますよ。サッカー愛でございます。サンフレ愛でございます。もしかしたら同じ紫色かなと思ったら京都の方ですかみたいな方もいるかもしれませんけれども、さてさてお祭り広場、いろんなおいしいグルメも出ておりますけれども、こちら目が行くにぎわいステージではもう元気いっぱいなパフォーマーね、そして楽しいトークショーなどお届けしておりますが、こっからの時間はサンフレッチェレディース2022のスプラッシュの皆さんの登場となります。プロフィールにね、学校に6月のライブに、秋の発表会に向けてのレッスン、オーディションに応援にと大忙しのスプラッシュ。この日もスタジアムでステージパフォーマンスのみならず、スタグリアグッズの紹介、ハーフタイムのラウンドからサンチェフレッチェの通訳まで元気いっぱいに明るく試合前の空間盛り上げてくれますというふうに書いてございます。やる気満々、もうスタンバイしてる、はい、ということです。早速もうご紹介していきましょう。ここからの時間はサンフレッチェ広島レディース2022スプラッシュの登場。皆さん、グッデンモーゲン、グッデンモーゲン、おはようございます。おはようございます。なんかめっちゃ左寄っとるね。もうちょっと左持っちゃった勢いが余っちゃった勢いが余ってそれでは早速私たちのオリジナルソング聴いてください。デッドインザスタジアム。スタジアムで始まる恋のゲーム、君と楽しんでいたい。何度かける君を目で追う、二人で出かける夢を見ている、立てた作戦、汚く不伝
していきたいと思います。ももです。あさかです。かのんです。しおんです。あいです。6人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。ちょっと今日ね、いっぱい手に持ってるから、ね、そうね、ちょっとできんかったけちょっともう一回後でやろうか。もう一回後でやろうかね。そうですね。ということで、戻りましょうか。はい、戻りましょう。というわけでですね、先ほど聴いていただいた曲は、ベッツィ&クリスさん、ベッツィ&クリスさんの、白い色は恋人の色、ごめんなさい。はい、私たちのオリジナルソング「デート・イン・ザ・スタジアム」でした。ありがとうございました。ありがとうございました。そう、そしてモフモフの2人は結構久しぶりにね2人でやったと思うんだけど、どうでしたか。久しぶりにね、やっぱり、ね、ドラえもんの歌以来だったので、恋ソング、うんうんうん、続きで2人で歌えてよかったです。そうだね、ありがとうございました。そう、デート・イン・ザ・スタジアムと、うん、この曲、2人の曲っていう、うん、そのキュンキュンソングをね、詰め込んでみました。そうそうそう、2曲続けて、はい、キュンキュンソング聴いていただきました、うん、はい、はい、どうだ、ど、あ、大丈夫？今日はイベントとか情報とか盛りだくさんなんですけど、 そうね、その中で私一つ気になったものがあったので、うん、皆さんにちょっと紹介したいなと思います。そこに持っているものか。今日から公式ボールが変わりました。すごい。もともと翼ボールというボールだったんですけど、うん、今回からアルリフラというボールに変わります。うんうん、はい、アルリフラというのですわね。大丈夫大丈夫。アルリフラというのはですね、はい、アラビア語で旅という意味を表しており、うん、年齢や性別、人種、ナショナリズムなど関係なく、世界が熱狂できる FIFA ワールドカップ、この世界大会を通して世界が一つになることを願い、世界をつなぐ旅がここから始まるよという素敵
な思いが込められているボールとなっております。ボールちょっとちっちゃいかもしれないんですけど、今回はちょっとボールにも注目してみて試合観戦楽しんでみてください。なんかすごいさ、スポーツマンシップって感じしない？このね、込められてる思いがかっこいい、素敵。そしてさらにさらに、サンフレッチェ広島は30周年を記念して、5月のリーグ戦のホームゲームには、サンフレッチェ広島の歴史を築き上げてきた OB さんたちが来場されているんですけど、今日は桑原博義さんがご来場されます。すごいね。そう、この方桑原博義さんなんですけど、桑原さんといえばですね、そう、サンフレッチェ広島の公式戦に、299試合も出るというレジェンド中のレジェンドの方で、持ち味の身長180センチのフィジカルの高さ、そして、中盤からリベロまでっていう運動量が本当に結構魅力的だと思うんですけど、そんな桑原選手の、桑原さんのトークショーが11時40分からあるので、ぜひ皆さんこのままね、ぜひぜひ待ってみてください。はい、はい、ハーフタイムもあるよね。そう、ハーフタイムもね、そう、お話しされるので、ぜひ楽しみにしててください、はい、はい。そしてね、もう一つありまして、今日はね、2時3時の VTuber である静香凛さんとのコラボデートもなっています、そしてね、このお祭り広場場外のちょうどね、どこかな、ちょうど真横かね、真横にね、ここら辺だよね。そうですね、このVTuber 静香凛さんのコラボブースがありまして、スタンディーパネルだったり特別ユニフォームが展示されていたりするので、皆さんぜひぜひ遊びに行ってみてください。はい、はい、ここまでね、ちょっと情報詰め詰めでしたが、皆さん、はい、バッチリですか、大丈夫ですか、よかったよかった。じゃあそれでは次の曲に行きましょう。次の曲はサンフレッチェ広島公式応援ソング、ときめいてハートトリックです。タオルをねお持ちの方は一緒にサビで回す部分があるので、一緒に回して盛り上がっていきましょう。はい、準備はいいですか？はい、 OK です。はい、じゃあそれでは聞いてください。ときめいてハートトリック。駆け抜け
元気よく旅に行きましょう。せーの、気をつけになるので間違えないでくださいね。せーの、気をつけ。深呼吸をして落ち着いていきましょう。キレキレのダンスを披露してくれたお二組なんですけど、今日のね、はい、あのスポンサーさんが、うんうん、フィットネス通信部ベースワンさんということで、はい、森崎さんと一緒にね、サンチ君がトレーニングしに行ってたと思うんだけど、うんうん、やっぱりそのキレキレダンスの秘訣のなんか筋トレとかあるのかなって知りたいですね。気になるよね。気になる。私たちもやっぱりダンスをするので、うん、ちょっと気になるんだけど、うんうん、ある？ちょっと通訳さんいいですか？通訳、じゃあ中島通訳いきたいと思います。はい、お願いします。サンチ君にじゃあ聞いてみますね。ふんふんふん、うん、なるほど。サンチ君は、あ、腹筋らしいです。やってみたいよ。あ、やってな。あ、頑張れ頑張れ頑張れ。腹筋、このね、積み重ねがね、そうだね、そうだね、これからね、伸びしろがある。そう、はい。そんな、そしてね、今サンジ君が披露してくれたんですが、うん、フレッチちゃんもさ、やっぱスリムボディじゃん、うん、私たちも大事にしなきゃいけないじゃん、はい、コツとか筋トレとかありますか？じゃあ柳本聞いていいですか？はい。あ、なるほどね。私もそれ部活でよくやるよ。プランクだそうです。おー、体幹を鍛えてるよ。あ、すごい。結構しんどいんだよね、今。そうそう、だからさすがすごいね、これが大事なんですね。そう、体感が大事なんだよね、うん、皆さんもぜひぜひサンチ君とフレッチちゃんに教えてもらって筋トレ一緒にやりましょう、はい、やりましょうね、うん、はい、そして次のね、ステージの方、はいはい、行きましょうか。紹介しましょうか。紹介お願いします。お願いします。あ、4、あ、ありがとうございます。はい、8丈夫です。では、行きます。はい、ごめんね。はい、スプラッシュ2回目のステージは12時10分からです。次のステージは羽田健一さんによるお天気講座羽田天特別編です。はい、はい、そう、あの前田智弘さんとね、一緒に、あの羽田健一さんも一緒にね、あの災害から身を守るための防災クイズが、あのクイズ形式で行われるので、皆さん引き続きこのままステージもね、はい、楽しんでいってください。はい、はい、はい、そして、今日の1回目のステージで撮っていただいたお写真をこちら、あ、ありがとうね、サンジ君、ハッシュタグイースプロをつけて投稿していただくと、あちらにある看板にもしかしたら載るかもしれません。ぜひあの投稿してみてください。そしてサンジ君、あ、ありがとう。はい、こちらのハッシュタグインスタ MC も、今回の渡辺さんのね、はい、MC のお写真の様子を、はい、ぜひこのハッシュタグをつけて載せていただけるとまた載るかもしれないので、ぜひ皆さん、はい、そちらもね、ぜひぜひ投稿してみてください。はい、お願いします。そしてね、あのさっきスプラポーズするって言ったので、ちょっと一瞬パパッと やりましょう。はい、そうですね、やりましょう。ぜひ皆さん、それでは3、2、1でいきます。あ、じゃあ1、2、3フレッチでいこうか。せーの、1、2、3フレッチェ。はい。いいかな、いいかな、大丈夫かな。それではサンジ君とフレッチちゃんとスプラッシュでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。表彰状。違う。違った。はい、お待ちしてます。バイバイ。お待ちしてます。バイバイ。スプラッシュの皆さんでした。ありがとうございました。サンチェもフレッチェもありがとう。そうそう、お見送りで、こっからのステージはもう僕に任せてちょうだいよみたいな。あ、そうです、ゆっくり帰るの、ゆっくり帰るの。はい、あ、なに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 、どれ、な、何かスタンバってるけれど、サンチェ、サンチェ、なーに、なーに、なに、腹筋は置いていきません。それをもう使
使うためにここでスターバックスなんですね。はい、腹筋は置いていきませんということでございました。